火災を想定した防災訓練防災訓練とは災害などに備えた訓練に一般を指す。古くはバケツリレーなどの集団行動的なものが多かったが、現代では消火器の取り扱い、土納の作成、迅速な避難など火災消火を主としたものから地震や水害への対処など広範囲にわたって訓練を行うようになった。古い防災訓練は、 江戸の町引け市に見られるようにはしごを使ったものなどがあり、正月の出初め式等に受け継がれている。日本では関東大震災のあった9月1日を1960年に防災の日と定め、国を挙げての防災訓練が行われている。南関東直下地震の発生が想定される南関東では、旧都県市合同防災訓練の一環として、 各都県市で総合防災訓練が行われる。その他、静岡県では7月第1土曜日を地震津波対策の日、12月第1日曜日を地域防災の日、江東区では防災関係機関訓練と地域訓練、また福井市では6月28日から7月18日までを皆で防災を考える21日間として、いずれも県、市を挙げて、 防災訓練が行われる。また、阪神、淡路大震災のあった1月17日頃にも行われる。トンネル内事故による火災発生時の訓練、高速道路の多重衝突事故による訓練。主に河川の流域地域で行われる。主なものは、堤防の決壊に備えた土納の作成、水防工法の実施、決壊時の避難、誘導、水難救助訓練などである。 水防訓練とも呼ばれる。主に初期消火を目的とした訓練が主だが、消防署などでは、コンビナート火災、ビル火災など様々な火災に対応した訓練が行われている。近年、レスキュー用の設備が充実したため、レスキューを含めた訓練の充実が図られるようになった。コンビナート火災においては、周辺住民の避難訓練も行われることがある。火災訓練に加え、 大規模な避難訓練、救助訓練が加わる。特に、阪神・淡路大震災以降最も重要視されている訓練でもあり、防災の日に行われる訓練は地震を想定したものである。主に関東から東海地方など近い将来、震災が想定される地域では、防災の日には地震時を想定した自治会時首防災会による近隣の救助訓練。 小学校の集団避難、集団下校などの訓練が行われる。地震等により、東海家屋など、生き埋めとなった被災者を、捜索救助するにあたり、災害救助犬の活用を想定した、警察、消防、自衛隊等の防災関係機関との連携訓練が行われる。また津波の影響を受けると思われる、沿岸部では津波を想定した高台への、避難訓練も実施されている。 大阪府では年1回大阪府下全域を対象とした世界でも類を見ない大規模な880万人訓練が平成24年9月5日から実施されている自治体消防警察企業などの連携確認をはじめ府内にいる人々にも緊急速報メールが配信される東京消防庁では地震とそれに伴う火災の発生を 複合的に想定した発災対応型防災訓練を実施している。揺れ体験訓練、編集想定される地震動に相当する強い揺れを疑似体験する訓練。寄進者を用いて驚くような縦揺れと小幅ながら強烈な短周期の横揺れを体験させることが一般的。最近では防災訓練の多様化に伴いオフィスやマンションなど室内に設置できる。 地震座布団が用いられる場合も多い。様々なメニューがある中、阪神淡路大震災時の神戸市須磨区の地震波では、家屋倒壊や家具店頭をもたらした大きな横揺れを体験できる。また、東日本大震災時に観測された地震波では2分近く続く長時間の揺れを体験できる。現在、高知県黒潮町や四万十町の 津波避難訓練にも活用されるなど、より一層の自助推進啓発に役立ってられている。救出、搬送訓練、編集家屋倒壊、家具の点灯による救出訓練、担課、紙担課、毛布、非常用階段避難者による搬送訓練、救護訓練、編集三角筋の使い方、止血法 AED、救急救命士等によるトリアージ訓練など、 情報伝達訓練、編集アマチュア無線、郵便局員、災害時協定業者等の夜、情報伝達、被害状況伝達訓練。避難所訓練、編集大震災の発生により避難所が開設された設定で、一泊二日の泊まり込み訓練が行われる。ライフラインの内水道、ガス、電気は途絶したものとして使用が制限される。炊き出し訓練、編集ライフライン。 水道、ガス、電気が途絶した想定で自主防災会等による食料調理の炊き出しの訓練、KKKKKK 帰宅訓練、編集帰宅困難者、都心より自宅への帰宅を徒歩で実施する。船舶からの救出、船舶消火など会場での訓練は主に行われる。航空機火災の消火訓練用設備航空機からの脱出、救出、 航空機火最小化など空港での訓練が主に行われる。主に地下鉄などでの NBC イル活動などを想定した特殊災害訓練が行われる。テロ活動以外には危険物の火災、事故などを想定した訓練が行われる。原子力発電所の事故に対応した訓練。南海トラフ巨大地震を想定5日に大阪府内で訓練メールを一斉配信。 大阪880万人訓練。大阪880万人訓練。http://www.yulleg.jp://p=1467hathttp://www.dbri:/kyoto-u.ac.jp:/web.j.thebrince.news73 PDF, ニュース73 PDF ありがとうございます。